けどね、どうもこの改編がだいぶ派手にね行われたらしいですよ。日本放送さん。日本放送さん。あ、そうですか。ああ、まあでもそっか、はいはい、我々の前も福山さんから変わって、はいはいはい、はい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 、先ほどご挨拶来ていただきました。そうね、大倉くんと、はいはいはい、うんうん、でね、この4月から、うん、どうもこの1242が、うん、大原桜子を囲い出してるの。あ、本当だ。このポスターがね激増してるわけですよ、ね、本当だよ。日本放送に大原桜子を何年前ですかね、今から6年前かな。オードリーも囲われてた時期があるんですけども、これはミュージックソンとか、あの大原桜子さんどんどん来ますよ。ラジオパーク来ますよ。お客さん入りますよ。ラジオパークあるな。ありますよ。国際フォーラムもあるな、これはな。国際フォーラムもある。あるな、うん、今年な。そう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 。これは何？ハッピーチューニングっていうのが、今回、大原さくら子ちゃんのイメージキャンペーンキャラクター。春のキャンペーンキャラクターだって、大原さくら子さん。オードリーじゃないの？これ。夏？夏？夏、夏か、オードリーは季節。春、うん。夏キャンペーンはない。だった。おじさんが選ばれてなんだよ。それを囲ってたのはどこの曲だよ。何年か前のおじさんを。ちょっと待ってください。あのね、日本放送でハッピーにチューニングしてもらいたいということで、はいはい、ハッピーチューニングというキャンペーンらしい。うん、これはね、うん、いや、日本放送いろんな番組あるのに、一番組にそんなにプッシュしちゃまずいんじゃないですか、ハッピーって。ハッピーチューニング。いや、これあなたとハッピーのことしか言ってないってことですよ。なりますよ、これは。鍵花ただしの。あなたとハッピー。ああ。平日8時から11時半ですね。聞いてますよ、私。あなたとハッピーだな。当たり前だよ、俺。通勤中いつも聞いてるよ。の今日乗ってるなとかもわかるよ。ということは、うん、そのキャンペーンキャラクターは柿原さんじゃないとダメだってことだよね。それか本当にハッピーチューニングだからね。あ、青山茂春さんじゃないとおかしいよな。そうだね。なんかね。あ、でも大原桜子くんの番組もハッピーチューニングって言うんだ。あ、そっちの。あ、そういうこと。それが始まるってこと？じゃあ、二番組をしてるってことね。ハッピーよね。あなたとハッピーとハッピーチューニング。うん、俺らもじゃあタイトル変えよう。オードリーのオールナイトニッポン、タイトルどうすんだよ。オールナイトハッピー。一晩中ハッピー。一晩中やりまくってるだけじゃないかっていう響きになっちゃう。ただの乱行パーティーだって。ひどい番組ですよ。いや、でも今回本当に編成のこの会議を、うん、ギリギリで、もうその大坪さんの土下座で。これはミキサーの人が、うちの番組は土下座するっていうもう、伝統なんです、ね。ラブレターズ終わらせますんで、オードリーだけは。なるほどね。タメすまんな、タメ。タメとツカすまんな。そういうわけですよ。それは、わざわざ言うこともないけど、今のは冗談。いや、それ分かってるよ、それは。いや、うん、お前のファンって分かんねえじゃん、冗談。それぐらい分かるだろう。あ、そう、うん、いや、参っちゃってさ、それで、なんとか改編を乗り越えましてね。ちょっと見ますか、うん、ハッピーチューニング。あ、そうだね。めっちゃ囲われてんじゃん、ソファーに座って、これ、紅茶を飲んでんじゃないの、大原桜子ちゃんが。いいじゃない、綺麗なね、おべべ来て。これで何が変わったんだ。あ、新番組ナイターも始まりますからね。まあそうだね。あ、今これ日本放送はどうなってる今、その、うん、あ、そうだそうだ、あれよ、始まったのよ。あれ、あの浅井亮と加藤知恵のオールナイトニッポンゼロが昨日。ああ、ゼロ、あ、金曜日、うん、本当だ、写真載ってる。俺の数少ない飲み友達、うん、同じ LINE グループ、俺、ただ一個だけですよ、その、ちゃんと LINE のグループで返してんの。はあ、はあははあ、昨日、今日、トンパチオードリーの収録だったから、うん、早く寝なきゃいけなかったのに、3時5時、面白くて丸々聞いちゃったよ。あら、あ、そう。で、まあ、可能性としては低いけど、電話かかってくる可能性もあるなと思って、ずっと携帯そばに置いてたけど、かける素振りもね、これ裏で奥田大入ってんだろ。あ、これ入ってんの。奥田大が言ってんじゃねえかなと思ってよ。初回なんで、オードリーさんと仲いいからって、
なんかベタベタするのやめましょう、だから若林さんの話題少なめでとか言ってんのかなと思って、言ってたら言ってたでショックだし、言ってなければ言ってないで本当にショックだし、もう聞かない、うん、行くも地獄帰るも地獄だな結構ね、加藤千恵さんと浅井くんがね、うん、これラジオ始まるまでもう何度も何度も何日かおきに、うん、あのメールで不安です、本当に始まるの怖いですって、うん、で一回3人で飲んでいろいろ話してくださいで、うんうん、でもうちょい前に飲んでラジオの話したのよ、それこそ、うん、あの西加奈子さんとか中村浩さんと、うん、あのね、カッコさせられてた中村浩さんですけど、企画書でね、カッコにされてた、それも本当飲み会でそのまま話題出てましたけどもね、中村浩さんカッコだったって話を、そう、うん、で西加奈子さんで佐久間さんね、うん、で飲んでる時に、うん、ラジオの話なんか俺が結構酔っ払ってマジになっちゃって、普通になんか偉そうにアドバイスしちゃってさ、これは絶対なんだけど、ラジオは素が出ない、うんうん、素を出さないなんて隠せないから、うん、もう、花から、うん、賛否両論だっていうのを腹くくって、うん、やった方がいいですよ、つって。うん、偉そうにさ、うん、アドバイスしちゃったらさ、うんうんうん、なんか何のことはね、すげえ面白くてさ、全然緊張もしてなかったし、うん、なんか、生言ってすいませんって LINE のグループに送って。これ一回謝罪した方がいいね。一回謝罪して、うん、それで浅井くん結構気にしいだから、うん、ラジオなんか、適当なこと言うやついるんだから絶対誤サーチしちゃダメだよ、つって自分のラジオの番組つったら、ラジオ始まっていきなり僕エゴサーチが趣味なんですよ、ガンガン見ますよこの番組の、うん、ね、ハッシュタグもみたいなことを、うん、全然俺が言ったこと守ってんねんな浅井君。なるほどね、うん、もう聞かない、うん、聞いたいで分かんないよ、いつか電話かかってくるかもしれないしさ、最後まで聞いちゃったな、面白かったな、あ、そう、うん、まあそれも始まっていっぱい始まったね、いっぱい始まったな、いっぱい始まったこれ、うーん、何が始まった、あとまあだからこの番組の前大倉くんと高橋くんでしょ、まあその前の前の前が大原さくら子ハッピータイムか、うちの番組の、ね、ハッピーチューニングです、ね、ハッピーチューニングが何つったの今、ハッピータイムほぼお菓子でしたけど、ね、ハッピーチューニング、あ、金曜ブラボーも始まったか、金曜どれですか、何金ブラって、ブラ、あ、金ブラ望月さんと、うん、あ、丸、うん、丸一の、丸一の望月さんと上柳さん始まったか、金ブラついに、金ブラっていうの金曜ブラボーも、うーん、うーん、森脇さん水曜日、どこ大谷さんの聞きます、水曜日、ああ聞きますよね、うん、聞きました、ああ、川北真由子の真由これね始まる、真由これが、真由これが、これゲスト呼ばれんな、これな、スペシャルウィーク呼ばれないでしょ、呼ばれない、だってゲストとか呼ぶ尺じゃないでしょ、もうこれ、あ、そう、10分だよ、だって金曜日の10分だ、毎日の帯の10分じゃないんだよ、金曜日の10分の前、短いなおいもう一回言って、時間かすかす、いや、金曜日の10分、うん、短いなおい3回、俺でも過去最多だぞ、俺オープニングで3回俺にエコーかかる荒いよエコーが、そうだね、しかし春日さん、うん、オールナイトニッポンゼロ月曜日見てください、始まりましたよ、うん、シギージュニアのオールナイトニッポンゼロ、いや誰なんだよこれ悪い悪いラジオだな、誰なんだシギージュニアさんは歌手、うん、デビューしてない、え、デビュー、6月デビューの人が、どういうのは、その、あれよ、かっこいいよ。もうラジオでデビューしちゃってんの？曲出す前に？す。あ、インディーズ出し、メジャーデビューが6月ってこと？へぇー、すごい。あ、ね、なんかでも、ね、昨日さ、加藤千恵さんと浅井くんのラジオ聞いててさ、うん、思ったんだけどさ、このお笑い芸人さんじゃない人が、オールナイトニッポン始めた時に、必ず言うだろう、うん、私たち芸人さんじゃないので面白い話はできませんって、うん、あれさ、うん、そう言っとけば芸人がなんかいい気分になると思ってんじゃないか、あれみんなそういう、なんか芸人はその、うん、器ちっちゃい心狭い人多いって
ていうなんか噂みたいなのが回ってて、うん、芸人さんには面白さで勝てないって言ってたら、うん、芸人なんかお前あの 黙ってんだよっていうなんか常識みたいなのがあるんじゃないか。いやそこまでは考え言ってないんじゃない。そうまだ狙いは。そうそういう人も中にいるかもしれない。西川さんも言ってたぞ、ミレニアムズ来た時、芸人には面白さで勝てないって。で、加藤知恵さんと浅井くんももう面白かったし、うん、普通に話。西川さんだって、正直、一番面白かったじゃん、あのコーナーで。まあ、芸人はなんかちょっとそんななんか面白いみたいな感じ出すとすぐお笑いなめんなみたいにあいつら言ってくる奴らだから、うん、なんちゅう顔してんだよ、吉木おい。そうっていう顔してた。まあまあまあ、うん、そんなね、あの、その、へぇ。オードリーの、ちょっと待ってください。あれまたちっちゃくなってませんか、オードリーの写真が。あれこんなちっちゃかったっけ。えおい。なんでよ。ちょっと待ってください、俺、顔右半分切れてないか。ラジオなのに耳のとこが切れてないか、ラジオなのに。ほんとだ。あれ、こんなちっちゃくなかったよね。いや、ほんとにこれ。親指の爪の、いや、これ、前の時の郁恵さんじゃないんだから、こんな写真。ほんとだよ。ちっちゃくなるのおかしい。いや、おかしいでしょ。ちっちゃくなってんだ。なんで飯田浩司よりちっちゃいの、写真が。これどうなってんの、このタイムテーブルシートは。作り直せ！エコーかけろ！難しいね。難しいよ。かけるなって言ったらかけろって言ったり。ちょっと待ってください、この小ささ。だって浅井くんと加藤知恵さんこんな大きいのに。いや、ほんとだよ。いや、シギジュニアよりちっちゃいよ、これ。シギジュニアよりちっちゃいなんてちょっとショックだよ。ほんとだよ。いや、ジュニアさん。おい、ヨヒよりも全然、ヨヒの4分の1ぐらいじゃねえか、これ。ヨヒでけえな。ヨヒどこよ。いや、もう、でかー、ヨヒこれ。ヨヒのマジでこれ5、いや、4、まあ、4分の1、6、4分の1ぐらいだな、6分の1ぐらいか。いや、ヨヒこれ、でかいぞ、これ。おい。どういうことになってんの、これ。全然、あ、え、青区長、平成局長いらっしゃってますけど、これちょっとオードリーの写真ちっちゃくなってますよ、これあの、海外、ね、ごめんなさい。もうそう言われちゃったらもう。だってこう、10分の番組の河北麻友子と同じサイズじゃないですか。ほんとだよ、おい。2時間も喋るのに、俺たち。おえ。これはまずいな、これいいよいいよ、まずいよ。なっちゃったな。柿花さんぐらいの大きさになりたいな、写真な。せめてね。ほら、やっぱ、郁恵ちゃんと同じぐらいだ、写真の大きさ。ハッピーダイアリー。ああ、そうだね。うん。郁恵ちゃんのね、やっぱり。郁恵ちゃんと同じだから、まあいいか。まあまあ、そうだね。それはあるかもしれないな。ああ。よし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 。まあちょっと大きくしよう。頑張ろう、頑張ろう。次回のね、開演の時まで、うん、頑張って。頑張っていかなきゃいけない、本当にな。うん。頑張っていきましょうよ。